日本神奈川県横浜市中区、南中通り南中通りは、神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は、南中通り1丁目から、南中通り5丁目で、住居表示は、未実施。郵便番号は231-0006。面積は0.031平方キロメートル。横浜の管内地区に、南東北西に走る本町通りの南西に、 平行する南中通りの両側に沿った500メートルほどの細長い長域を持ち、南東が一丁目となる。南東は港台2を挟んで日本台2に接し、北東は本町、南西は弁天通りに挟まれる。各丁目の境には1.2丁目境に、ベースターズ通り2.3丁目境に、館内桜通り3.4丁目境に、 館内大通4.5丁目境に馬車道が横切る。1丁目には本町とまたがって横浜市開港記念会館弁天通りとまたがって東京電力神奈川支店がある。2丁目に丸全昭和運輸本社。4丁目に横浜市認定歴史的建造物に認定された馬車道をつびる。5丁目には神奈川県立歴史博物館がある。 同博物館は1904年に竣工した旧横浜商金銀行本店で1964年に神奈川県が取得した上で1967年3月20日に神奈川県立博物館として開館した。1969年には建物が旧横浜商金銀行本店本館として国の重要文化財に指定された。本町通りの地下には 横浜高速鉄道港未来線が通り、一丁目は日本大通り駅、五丁目は馬車道駅が近い。古くは倉木国横浜村の一部で、1859年の横浜公開港に再し新設され、日本人居住区の一角となる。町名は本町と弁天通りの間にあり、本町の南方に位置することから付けられた。当初は、 北西から2から5丁目が設けられていたが、1871年に南東から1から5丁目に改められた。幕末より本町や北中通りとともに貿易や金融関連の企業や外国交換が多く進出し、1878年に第74国立銀行、1880年に横浜商金銀行、1895年には相田銀行、 1896年には、横浜三市街4品取引所の機関銀行となる、横浜三市銀行が開設された。1923年の関東大震災、1945年5月の横浜大空襲では甚大な被害を受けたが、その後の復興は早く、横浜市街の中心として発展を遂げている。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。